境内三古寺は、京都市西京区大原の一作町の下の瀬山中腹にある寺院。西山隆史総本山で、四周見学である。本尊は、女宝仏源万荼ら。王城院本山とも称される。京都落成、観音霊場第五番札所。西山国史遺跡霊場第十二番札所。寺名は、背後の山が。 仏器の三個に似ているからとされる。情報元年に、源さんが結んだ、王上院と合する草案に始まるとされる。二祖関西北京、三祖自鎮王将、そして四祖として、憲法元年法年承認門下の赤し空前根国史、すなわち、西山商人が宝刀を継がれ、念仏の道場として、浄土州、西山義の拠点となった。そして、 救命の王城院では、宝そそ長久鎮護国家を祈願するのに不詳だということで、東山の背後の山の山頂下文字、学の三方が仏器の三個に似ているという意味で、三個字と解消された。応人の乱で、仁は衰えたが、その後再興されている。古くから、普段念仏の道場であったが、1951年に、西山隆の本山として一派を形成。 天台、新言、律、浄土四宗見学の道場となった。境内は無料。本堂、花大病、書院内部は、書院での茶菓子付きで500円。書院が前述の夕食の準備や法要等で、使用されている時は本堂、花大病のみの割引料金での配管となり坂は、つかない。ありがとうございます。